と、うん、今日はですねあの 朝日新聞に載っている高橋源一郎さんの論断辞表をご紹介したいと思うんですけれども、独学で見えてきたことというテーマでお書きになっているんですが、ね、興味を持ったこと、まず自分でそもそもから調べてみようという姿勢なんですけど、ねうん、そうすると、どん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 ルーツをたどっていくことになるということで、文章を書いてらっしゃるんですが、まあ、今回はあの国会で論戦が続いている安全保障法制について、やっぱり疑問に思ったことを考え始めたと。でまず内閣法制 局長官だだった坂田雅宏さんんの本を読んだところ、うん、憲法の解釈ってのはそもそも勝手に変えてはいけないものだということが分かった、うん、それから集団的自衛権というものは、うん、国連憲章で初めて生まれた、うん、実は新しい考え方で、うん、分かりにくい上に、に、うん、実際には昔のソ連やアメリカが軍事介入をした時の口実に使われていたことなんだということが分かったと。 いうことなんですねそれから安保法制が憲法違反ではないことということの例として安保条約の下でのアメリカ軍駐留を事実上憲法違反ではありませんよ合憲とした砂川判決というものが今話題になっておりますけれども、うん、あの高橋元一郎さんはネット上で判決文を見つけ出してその全文も読んだと。うんうん ということなんですね、うん、もちろんあの判決文もいいんですが、うん、その補足として書かれていた当時の最高裁の長官である田中幸太郎さんの意見が異様なほど冒険をしこれは冒険なんだっていう熱さが異様だったんでびっくりしたと。うんうん、で参考のために他の本を読んでみたら、うん、さらにその昔の最高裁長官の田中幸太郎さんが「うん 事前に判決を出す前に、中日アメリカ公使と入念な打ち合わせを事前にしていたことを分かって、これにもびっくりしたと。つまり日本の司法裁判所の在り方というのが、アメリカの意向を 当時は非常に大切にしていたということが分かりさらに一番驚いたのは法というものがこの司法判断のように時に大きく社会を動かしてしまう力を持っているという事実だったとは、はい、今疑問に思っていることを一人で調べてどん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 遡っていくと、うん、どん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 大元が分かってくるという,、うん、いうことなんですね。 日本の司法はアメリカの大きな力と戦争に負けてそ,、ねうん、その後も、まあかなんかまも、あ、だから、まあ、そうじゃないかもしれないけど憲法もねなんか押し付けではないかみたいな意見もあるわけだよね当時の,あの、うん、司法のトップである最高裁の長官が判決を出す前に、うんうん、アメリカの公使と事前打ち合わせをするっていうのはちょっと。うんうん 今からら考えると信じられないですね、うん、いやだけど考えてみるとじゃあそれ前のねあの明治になって日本国憲法、ね、日本の日本たちでオリジナルで作った憲法でこれが本当に素晴らしいのかと、うんね、考えた時にでも。 例えば女性の参政権一つとってもね、そうですね、うん。当時にはなかったわけだからね。まあ大日本帝国憲法の下で、うん、あの悲惨な第二次世界大戦が起きてしまったということを考えると、うん、なかなかこれは難しいものがあるんですね。うねもう一回よく考えて憲法ね。でしかもこの憲法あれだよね。あのー、ドイツ憲法の草案には。 こんな言葉があるるってて引用してるよね佐藤浩二さんという方の本も読んでみたところ、うんまあ、今の日本国の憲法が立憲主義の到達点だとした上えで佐藤さんはドイツ憲法の草案にあるこんな言葉をその本に引いているということで紹介してあるんですが国家は人間のために存在し人間が国家のためにあるのではないということをおっしゃっている。 大元の考え方なんだっていうことを、高橋源一郎さんはたどることができた、うん、ということですね。横にのってる写真もね、能力っていう写真ですけどね。本がねお手。お、て、本に手がついてて、持ち手がついてて。斧のように見えるという。まあ、もしかな、ね、刀のように見える,見える。ね、そういうイラストが描いてます。うん、いろんな暴力がたくさんあるけど、本で。 行えることもとても大きいっていうような意味合いでいいのかね。ねはい、これが一つです。えー、これは朝日のね。はい、ね毎月の高橋源一郎さんのお話でした。次は。はい。あの、これも朝日新聞の記事なんですが。<laughs> あの、介護保険料、介護保険料を払えなかったペナルティとして、介護サービスを利用するときに。 自己負担が本来のものより三倍になるお年寄りが。二千十三年度で一万人を超えたという記事が載っております。で払う期限から二年以上過ぎても、納めないお年寄りが。このペナルティの対象になってしまうんですけれども。あの自治体が納めることのできなかった、回収することのできなかった保険料。二千十三年度で総額二百七十四億円過去最高。これは保険料の値上げも、この納められなくなっている背景にあると。で自己負担が増えることで。 必要な介護サービスを控える動きが広がる恐れもあるという記事なんですがどうして保険料を滞納してしまうかというと、うん、お年寄りの生活が苦しくなってるそうううだろうそそでですでその苦しくなって払えないペナルティとして介護保険のサービスが本来のものより3倍払わなきゃいけないっていうこの制度は。 どう違うのかなっていう記事。だよね。二年滞納すると、自己負担が三倍になるんでしょう。二年払えなかったってことじゃん。そうですね。だったら交渉して。 全額でもいい、なくてもいいから、半分でも払って、ほうが、なんかね、そうですね。あともうちょっと減免制度と、それから、延滞金も取らないから先送りにしますよとか、なんかこう、行政に優しさが、のかけらもないよな、これ。そうですね。<れ>すね払いたくたって払えねえかもしんねえじゃんだって。よくだよな、介護保険の未収274億円だけど、払いたくても、 払えなかった人を274億円を今度3倍にするわけだよね。そうですね。<の>本来の介護保険サービス自己負担の3倍。うん、3倍。2二百七余計。絶対払えねえじゃねえかよ。だってそんなことしたら。まあね他にやり方ないのかね。 デモも行われております、はいえー、とこれは東京新聞の記事ですが集団的自衛権の行使容認を柱とする今話し合われている安全保障関連法案、うん、これに反対するということで廃案や撤回を求める市民や学生学者さんたちが抗議活動を え昨日東京・永田町の国会周辺で相次いで起こしたということで、はい、まあ主催者の発表によりますと3万人の市民たちが国会を包囲して粘り強く戦っていくことを誓ったと、うん、それからあの学者さんたちも、うん、そのこの安全保障法制が違憲であるよと訴える人たちこれがあの会見開きました樋、うん、口洋一さん、東京大学名誉教授、うん、明日いらっしゃる山口二郎さん法政大学の教授らが会見をしまして小林哲さん、うん、慶応大学の名誉 名誉教授も会見に参加して、うん、あの西おささん、コマツ大学のこの名誉教授なんですけども、こういう方々は合憲としてるんですが、まあ、合憲としてる憲法学者に対して論争として我々が勝っている、学術的に決着させようと公開討論を呼びかけいると、うん。はい。はい、ね、憲法学者の人たちもさまざまなところで声を上げております。うん、さっきのデモもそうですが、えー、あまりなんかこう大きくは 取り扱われてないような気分になるのは私だけでしょうか。最後になりました。えー、っとその東京新聞ですよね。そうです。これにはあの平和の俳句というのが出てます。えー、これは8歳の男の子8歳の男の子が平和の俳句にあの俳句を送っております。まずは兵士の伊藤正子食べ物を奪い合うことが から戦争が始まるのだからこのシェアの姿勢をアピールすることこそが戦争の抑止力になるのだ子供からの提案だこの8歳の男の子の書いた俳句です。食べ物がなくなくった時分け合おうさあ今日も始めましょう。